はい、皆さんこんにちは。昨日から始まったアマゾンのタイムセール祭りですけども、明日いっぱいということで、昨日もねアップル製品とともに周辺機器でおすすめできるものをご紹介していますが、今日もねそれに加えて、セール対象の中でね私が実際に使っていておすすめできるものをプチレビュー付きでお届けしたいと思っています。はい、ということで一つ目はねこちら Fire TV Stick 4K Max というやつなんですけど、これ秋にね出た新製品ですけど、でこれがね通常6980円のところ4980円となっています。でこれはね内容物こんなようなね構成ですけど、これがね本体で、で差し込みにくいポートの場合にはねこうやって細くできるのもね延長ケーブル短いのついていまして、で電源の方もねこの USB の電源アダプター非常に小さいものとなっていて、でとにかくねこの MAX はねすごいサクサク動いて、この今までのね Fire TV と比べてとても快適になったんですよね。で Apple TV 4K でできなくて Fire TV でできることっていうと、ワウワウが見れたりとか、あとは TVer のねアプリもあったりするんで、このあたりはねやっぱりアドバンテージとしてありまして、さらにね Apple TV プラスもアプリが登場しているので、この iPhone 使ってサインインしたりとかでね見れて、画質の方もね非常にいいです。あとは Apple TV ほどのクオリティにはならないですが、エアレシーバーっていうので iPhone とかね iPad から外部出力のね受け皿になったりもするんでね、なんで AirPlay からの出力もねできないことはないということで、かなりねこのお値段考えると充実した内容となっています。はい、そしてお次はですねデュアルモニターアームエルゴトロンのやつ、私はね黒をね使っているやつがえらい安くなってましてね、タイムセールに加えて 10% オフということで、12000円ぐらい安く買えるんですね。でこれは Mac Pro でも MacBook Pro でもそうですけど、私はたまにね3面使ったりするんですけど、右の2面がこのエルゴトロンのデュアルモニターアームにつないでる状態なんで、やはりねこのデスクとの空間にスタンドがないのでねすっきりして、調整もしやすいという点がありますかね。でアーム自体はねこんなような感じで、角度もね高さも奥行きとかもね全部調整が可能になっていますよね。で上から見るとねこんな感じ、1つの土台で2つのねアームをこう支えることができるんでね、とても重宝している製品です。お安い時にね買うといいと思います。でお次はねこれ家族が使ってるモフト Z というねノートパソコンスタンドなんですけど、これが 10% オフの6282円ということで、ポジションがね5個ね設定できるってことで、これがね25度の設定、こんな感じで MacBook を斜めにして背筋を伸ばした状態で使うことができます。でもう少し上げたい場合には35度という感じで、このようなねポジションになるでしょうか。そして、MacBook をね乗っけると、このような角度になるというところですね。でお次はねこれ45度ですけどね、こんなような組み方になりますね。でこの場合にはねここを挟み込んで立てかける感じです。結構角度が出てきています。であとはさらにね60度っていうのもできて、このように開いて、でこの部分をね引っ張り出すんですね。こういう感じです。でこれをやって下のこうフラップみたいのをねこうやってやると、これが60度というね感じでございます。で MacBook 乗っけるとね、こんなようなイメージ、結構角度があるんでね、これが実用的かどうか微妙な部分はありますかね。で一番の売りはこのスタンディングモードですかね。これはね水平に MacBook を一段ね高くして使うことができるというねやり方ですけど、厳密にはねこのフラップのところはこういう風な固定が正しいやり方みたいですけどね。で実際にね置いてみるとこんな感じで、机とかテーブルの上に置いてこう立った状態でね使えるようになりますんで、座りっぱなしでねちょっとね、血行が悪くなったりした時にねこのポジションにするとね、快適になるのかなというねとこですよね。はい、でお次はねリブラトーンの ZIP2 というワイヤレススピーカーなんですけど、これがね 26,980円、通常よりも 18% オフとなっています。で私がね持っているのはこの一つ前のやつなんですけど、違いはアレクサに対応しているかどうかだけなんでね、この一つ前のね ZIP でご紹介すると、何が言ってねこれバッテリー内蔵ですからね、ケーブル電源つながなくても使えたりします。でさらにねこちら電源つないでも使えますし、
あとはまあ有線入力なんかもね、この 3.5 ミリのイヤホンジャックでできたりとか、まあ、あとは USB からのね入力もできたりするんですね。でさらにね、Bluetooth も対応しているので、Wi-Fi にこだわらずにね使えるというのもねいい点ではないでしょうか。まあ、もちろんね AirPlay 2に対応してますから、まあ、iPhone や iPad からですね、まあ、このように選んで出力することがねできるようになっております。まあ、Siri にはね対応してないですけども、使い勝手のいいスピーカーとなっています。はい。で、お次はアンカーのワイヤレスイヤホンですね。ノイズキャンセリングのサウンドコアライフ A2NC ってやつ。これ私が購入した時に1万円ぐらいだったんですが、その後下がった上に、まあ、今回タイムセールで 25% オフってことで、私が買った時と比べるとね、4割引きぐらいになったんですよね。で、これはね、まあ使ってみるとね、まあとにかくよくできているなという印象で、まあこれ1万円の時もね、コスパが高い製品だななんて思っていましたけども、まあ今回ね、6000円ぐらいで買えちゃうんでね、まあノイキャンも、まあ AirPods Pro とほぼね、変わんないぐらい効きますし、まあちょっとね、この外音取り込みモードが若干 AirPods よりは弱い感じはあるもののですね、まあお値段考えたらね、非常によくできていて、イコライザーなんかもね、結構種類が豊富となっていますね。なんでね、これまあ AirPods Pro、まあ、新機種待ちなんていう方がですね、もうバッテリー下手ってどうにもなんないっていう時につなぎに買うのもね、ありなんじゃないかと思います。はい。で、お次はね、ロミコールピロースタンドっていう、まあ、iPad 用のねスタンドのクッションなんですけど、これがね3割引きとなっていて1000円安いということでね、これね超おすすめなんですけど、でこれねうちではね特にね家族に大人気でですね、でこれ表と裏で角度が変えられるようになったりしていまして、でまあ、これも主にね膝の上に乗っけて使ったりするような感じですけど、まあ、ソファーに座りながらとかね椅子に座りながら使えるようになっています。こうやって、まあ、iPad、 これはね11インチですけどね、まあ、こんなようなサイズ感ですね。まあ、もちろんねこれ角度もね変えられますし、そして縦横どっちでもね使えますからね、まあ、これ寝そべった状態でこの胸の上に乗っけて使うなんていうのもねありなんで、これ超おすすめできる製品です。はい。で、お次は Apple のホームキット対応のスマートプラグということで、まあ、ホームキット対応ってね、なかなか種類少ないんですけど、これがね、今回 19% オフで1768円となっています。まあ、見た目ね、こんな感じのものなんですけどもね。で、これ、技的マークもね、ちゃんとついているので、日本で使えるものとなっています。で、このようにね、ホームキットのところに、私はこれね、ディスプレイにつないでるんですけどね。まあ、ホームキットからの操作がねできたりします。特にね電源ボタンのないディスプレイを多く使っているので、まあ、そういうものはねちょっと電源のとこからバツッといくしかないのでね、 iPhone や iPad や Mac から、まあ、操作してオンオフをしております。はい。で、お次はね AirTag のケースなんですけど、シュピゲンのカード型のやつ、これがね3割引きで1743円となっていますね。で、これはこのようにね、エアタグをはめ込めるカードのようなものなんですけども、この裏と表の2つのパーツのね、間に挟んで使うという感じで、まあ、ざっとね、こんなようなね、状態になっています。ちょっとね、ピンが甘くてね、申し訳ないですけど。で、私はね、小さい財布として使ってる、このカードケースにね、こうやって入れてるんでね、まあ、そうすると、まあ、この小さい財布が家の中でね、どこに行ったかわからなくなった時にね、まあ、音を鳴らしたりとかね、あるいはね、探したりすることができるというね、感じで便利に使っております。はい。そして、アンカーのケーブルホルダー、結束バンド式の方も、通常1690円が1473円となっています。15% オフですね。で、これのね、最大の特徴は、この固定をするのが、このようにね、ベルクロタイプの結束バンドということで、で裏側ね、これ、まあ、粘着ジェルだけになっていますけどね。で、このようにね、ケーブルの頭のところに巻きつけて、こうやってね、固定しておくと、机からケーブルが、ね、落ちていかないというものですけど、まあ、昨日ご紹介したマグネットタイプとの違いはですね、太いケーブルを挟んだ時に、まあ、このマグネット式のっていうのはね、このドングルが結構こう幅がね、広がっちゃったりとかね、つかない場合もあるんですけど、これだとね、つくということで、まあ、そういう意味でね、まあ、この使うケーブルとかのね、用途によって、まあ、このマグネット式とのね使い分けをするといいのかななんてことでね、まあ、私は結構ね太めのケーブルにこっちの結束バンド式を使っているというね感じですね。はい。で、お次はねこちらサイバーパワーの無停電電源装置ということで、これが通常2万6000円ぐらいのが2万2000円ぐらいで買えます。私はね2万8000円ぐらいで購入しましたが、
で、これは内蔵バッテリーのないデスクトップの Mac 用のものですけども、まあ、このようにね、Mac と電源の間に挟むことによって、まあ、この装置の中にバッテリーが入っていましてね、停電などの時にこの警告が出るんで、正しいシャットダウンをね、する時間を稼いでくれるんですね。で、このアプリとかね、あるいはシステム環境設定で、オートのね、シャットダウンの設定もできて、まあ、残り何分とか何パーとかで設定ができるんで、まあ、もしものこの停電の時にですね、その場にいなくてもね、正しいシャットダウンをして、Mac が壊れたりしないようにしてくれるんですね。まあ、高いものなんでね、お安い時に購入しておくといいのではないかと思います。はい、そして Wi-Fi 6のルーター、リンクシュのやつがだいぶ安くなってますね。私買った時3万6000円でしたけど、19,380 円ってことで、これ最新機種ではないみたいですけどね。で、まあこれはね、こんなような感じで、まあ Wi-Fi 6のやつは結構図体ね、大きくなったんですけど、まあだいたいね、この高さを測ると、24.5 センチぐらいあるんですかね。まあ、ただね、やはりね、性能が非常に良くて、まあ、もちろんね、これ元のインターネットが速いっていうことがね、条件ですけど、至近距離で Wi-Fi 6に対応した iPad mini 第6世代とかでやりますと、これがね、なんとなんと、ダウンロードの方でも600Mbps だったりしますしね、630とか出てますよね。で、あとはまあこれ、アップロードの方もね、かなり速くて、これがね、700Mbps 超えだったりするんで、まあ、非常にね、速いものになってますよね。まあもちろんね、速度の方は障害物で低下しますから、まあその場合はね、有線で、まあこのようにですね、これは入力かな。で、あとは出力が4ポートほどあるというね、感じなんでね、結構戦力になるルーターだと思います。はい。で、最後ですけどね、シピゲンのエアタグケース、カラビナタイプということで、こちらが通常2500円のところ、1813円の3割引きとなっていますね。で、これについてはね、比較的アウトドアを意識したようなイメージの製品で、まあ、ここがね、カラビナになっている、まあ、カラビナタイプのね、比較的早い時期に出た製品ですけど、で、これの良さはね、はめ込みが意外とね、やりやすいということで、まあ、カラビナタイプってね、意外とハードな仕様前提として、こう、蓋をね、こう、半分に開けたりとかして、この、入れたり出したりするのがね、めんどくさいのあるんですけど、まあ、これと比べるとね、もっとね、エントリーがしやすいってことでね、なんで別のホルダーに入れ替えたりするときには非常にやりやすい製品となってます。で、あとはね、この部分にボトルオープナー、栓抜きの機能がついてるんでね、まあ、結構その辺も含めるとアウトドア仕様を意識した製品となってるんじゃないでしょうか。はい、ということで Amazon タイムセール祭りは明日の2月28日の23時59分までです。まあ、今まで気になってたけど値段がちょっとねというものもね出ているかもしれないので、ぜひチェックをしてみてくださいませ。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。